ラムネビンラムネビンは炭酸飲料用の瓶の一種。ビー玉で栓をするデザインが特徴的であり、イギリスのハイラムコットにより開発されたことから、コットネックボトルやコッツボトルと呼ばれる。日本発のラムネビンは大阪の徳永ガラスによるものであり、名称もその商品名に由来する。1872年、ロンドンのキャンバーウェルでボトラーを運営する。 ハイラムコットにより開発された。瓶詰めされているバンタアルコール飲料業者の一部が使うべきではないと考えたものの、開発のちほどなく、ラムネ瓶はヨーロッパ、インド、オーストラリアのソフトドリンク業者、醸造業者に普及した。民間語源として扱われがちではあるが、ラムネ瓶を使用したビールを語源として、コツはロップなる言葉が生まれたほどであった。 数十年間一般的に使用されたが、徐々に減少していった。子供がビー玉を取り出すために瓶を砕くため、古い瓶は比較的少なく、収集品となっている。とりわけコバルト色のボトルは、オークションで高値がついている。日本のラムネやインドのバンタに、ラムネ瓶が用いられている。製造工程としては、上下を別々に作り、ビー玉を入れてからロー付けする方法と、 通常の瓶を作って、ビー玉を入れた後に熱して絞る方法が知られている。瓶の口をビー玉で密閉する設計となっている。炭酸水を注入していき、瓶が満たされたタイミングで逆さまにすると、炭酸の圧力によってビー玉が口に押し付けられ、瓶に封がされる。ボトルは途中ですぼまったデザインになっている。これは瓶を傾けて注ぐときにビー玉をくぼみに落として、 ラムネを阻害しないことや、充填を素早くする効果がある。トンボ飲料によるビー玉を、ビンテーまで落とす底玉式、ハイラムコツによる、開発前のコルクセンによるラムネ瓶などが存在している。森永製菓の菓子、ラムネの容器は、プラスチック製のラムネ瓶を模したものである。ありがとうございます。